フィギュアスケート、世界選手権、米、マサチューセッツ州ボストンに出場する、14年ソチ五輪男子金メダリスト、羽生結弦が、珍しく怒りをあらわにした。30日、日本時間31日、の男子ショートプログラムを前に、同日昼にサブリンクでの公式練習に参加。SP 使用曲、バラード第1番、を流しての滑走中。テニス、10、22カザフスタン、が、羽生の滑りを妨げる場所でスピンをしており、羽生は、それはねえだろ、お前、と声を荒らげた。前日、29日、本番会場での公式練習でも、羽生は曲がかかっている最中に天と接触しそうになり、演技を中断せざるを得なかった。通常5、6人で行われる公式練習では、曲をかけて、滑っている選手が優先されるという暗黙のルールがある。2日連続でのマナー違反に我慢ができなかった様子の、羽生だが、サブリンクを去る際には笑顔が戻っていた。